皆さんこんにちは、ワンダレグルフジです。今回はハーツオブアイアンフォー現代モッドロシアプーチン編続きをプレイしていきたいと思います。まずはですね、ウクライナを挑発して開戦してこの全土を併合する、これが完了しています。首都だったキエフ、そしてロシアとの国境の近くにあった第二の都市ハリキウ、ハリコフですね。それとあとはオデッサの近くにある湾口都市マウリ、この3つの都市を含むウクライナの、全土を併合することに成功しています。その後フィリピンと戦争状態に入って、フィリピンもすでに降伏させることができました。このフィンランドですね、このフィンランドに対してなぜか独立保障をかけていた日本と戦争状態に入っています。これらの戦争によってですね、資源を十分にいろんな国から輸入するのが難しい状況になって、資源のほとんどを今中国から輸入するという状態になってます。なんで、中国はね、このまま我々の方に味方してもらおうというのを継続します。あとね、面白いところで言うとスウェーデンがなぜか味方してくれてますね。これもできればね、参戦をしてもらいたいなというふうに思っていますが、まだそこに至っていません。フィンランドの方がつきましたので、この後は日本との戦いに部隊を移動させていきます。まずは精鋭中の精鋭スペツナズ、これもね、フィンランドの戦いから極東ウラジオストクに向けて移動中。その後今計画しているのが北海道東北地方、そして日本海側、この3つに対して同時に強襲上陸をかけるプランを現在準備中です。この準備が整い次第日本に対して一気に攻勢を仕掛けましょう。日本ただ強くてですね、今工作員を東京に潜入させてるんですけども、思いのほか海上自衛隊の戦力が強くて、おそらく我々よりも強いんじゃないかなというふうに思うので、強襲上陸を仕掛けて一気に日本軍をですね、戦意を喪失させる、そういう戦いをね、演出していければいいかなというふうに思っています。では時間を進めていきましょう。では各部隊強襲上陸の準備が整いつつあります。そろそろ海軍を展開してですね、一時的にでもオホーツク、そして日本海の制海権を取りたいと思います。これをね、維持するのはかなり難しいかなと思うので、あくまでも一時的に取る、一時的に制海権を取る、それが目的になります。ここで中国が台湾に宣戦布告しましたね。まさかこの展開があるとは思わなかったな。これこのままいくと台湾は完全に併合されますね、確実に。あとはこれどうなんだろう、台湾がアメリカや日本に参戦を要請するかどうかで、中国が我々と一緒に日本と戦ってくれるかが決まりそうですね。ちょっとよく注目しておきましょう。台湾と中国が戦争状態に入りました。非常に気になる状態ですが、我々の方は艦隊を出していきます。ミサイル潜水艦も出しましょう。さあこれでどうなるかですね。強襲上陸がまずうまくいってくれるかどうか。強襲上陸がうまくいったとしたら、その後の展開ですね。まずは日本海側に向けて部隊が上陸作戦を行っています。港が取れるかどうかでね、この後の戦況が一気に変わるので、港をまずちゃんと取ってほしいなっていう思いは強く強くあります。上陸しましたね。上陸したけどこれ維持するの難しそうだな。どうなんだろう、港が取れるかどうかで本当にだいぶ違いますからね。
港が取れないと犬死にする可能性すらあるので、ちょっと難しいけど、どうだろう。一旦横浜方面目指してみますか。港が取れないとちょっと本当に苦しいので、敵がいなそうな方面へ、方面へとちょっと逃げていってみましょう。スウェーデンが再び武器をくれましたね。さあ上陸した、上陸したはいいけど、これ取れるかどうかだな。ここが取れなかったらどうなるかっていうのが本当に謎すぎる。いやー、敵に囲まれてる。これは強襲上陸失敗するな。いや、本当に強いですね。日本軍の前に強襲上陸した部隊が壊滅しました。強いな。ただ第2波第3波と、続けて部隊を送ってですね、なんとかこれね屈服させていきましょう。取れればまた話変わってきますからね。北海道東北地方の方にも部隊強襲上陸かけています。まずは港が取れるかどうかですね。ちょっと取れないのかな。なんとか取ってほしいけどね。まあ、非常に複雑ではありますけど、日本もしっかりこの事態を想定してたかのような守りの厚さですよね。いや、上陸に失敗しましたね。いや、でも札幌が取れた。札幌が取れたぞ。札幌が取れました。これは大きいね。札幌取れたの本当に大きい。これでちょっと北海道の全土をまずは巻き上げることができるかもしれない。北海道に部隊集結させます。しっかりと北海道で基盤を作れれば、全然わからない展開に持ち込めますね。あとは青森、函館、このラインがつながれば逆にここにいる日本軍を攻撃できる。まあ、師団はだいぶ失いましたけど、北海道が落ちそうですね。いや、日本軍予想以上に強かった。これはもう間違いない。侮ってましたけど、まあ、なんとか、作戦としては形になりそうな見込みが立ってきてもらいます。では、上陸作戦うまくいったので、一旦海軍は引き上げます。海上自衛隊の戦力は侮れないので、このまま作戦を展開していると、貴重な海軍の戦力が目減りしてしまうので、もうこれ以上の強襲上陸は必要ないと判断して、しばらくの間はですね、北海道の制圧、東北地方の制圧、これにね、全力を注いでいきましょう。ちょっと膠着状態になりました。まあ、これ打開するためにですね、温存していたスペツナズを投入します。どこに投入するかというと、この青森から先に進軍できない状態になってるので、この裏、
仙台一帯にかけて強襲上陸を仕掛けます。スペツナズが早くも強襲上陸仕掛けてますね。山形仙台のラインを取って、ここからね北上して一気に日本軍を南北から攻撃する、まあ、そういうイメージを持っています。つながった。なんとかギリギリ危ないところでつながりました。いや、スペツナズが壊滅するなんてことになるとね、ちょっとだいぶいただけない状況になったんですけども、その状態だけはなんとか免れることができましたね。では北方領土の方にも部隊進軍しましょう。ブラジルの師団が北方領土の防衛の支援として入ってきているようですけども、まあ、それだけ日本軍が今本土の防衛の方で手一杯というふうにも考えられますよね。ではここから満を持して南下作戦開始です。スペツナズが失われるかもしれないとちょっとドキッとはしましたけどね。はい、ではまずは最初に目的としていた北海道の上陸作戦、これ成功しましたので今回は一旦ここまでにさせていただきたいと思います。まあ、損害かなり出てしまいましたけど、この北海道を取ったことによってここから南下する部隊、まあ、さらにね、序盤で失敗してしまった他の地域への強襲上陸作戦、これも並行しながらですね、うまくこの日本侵攻作戦を進めていきたいと思います。